駅名標タラ駅は、佐賀県富士津郡タラ町大技タラにある、九州旅客鉄道長崎本線の駅である。以前山口駅方面からの普通列車の一部が、同駅で折り返す。通常は普通列車のみ停車するが、2019年3月までは、カニのシーズンを中心に一部の特急、カモメが、臨時停車することがあった。なお、国鉄時代末期 JR 初期は一部の特急、 カモメが停車していた。なお、当駅の存在する町名は、読みは、同じ、タラだが、旧タラ町と、旧大浦村の合成地名であるため、タラと表記する。単式ホーム一面一線と島式ホーム一面二線、計二面三線のホームを有する持つ、地上駅。上り線を通過線とする一線スルー配線構造で、二つのホームは、古線橋で結ばれている。駅舎は、 東側の短式ホームに面しており、古くからの木造であるがリニューアルされ、内部には待合所と改札口がある。817系に合わせて2両分のホームが重上げされている。もともとは j r 九州サービスサポートが駅業務を行う業務委託駅であったが、2020年4月1日から無人化された。 普通列車2016年度の1日平均乗車人員は323人である。東側の海沿いを国道207号が長崎本線に並行して通る。駅前から国道207号まで約300メートルにわたり、佐賀県道232号たら停車乗船が通っている。駅周辺は タラ川などいくつかの河川の川口部分にあたり、佐賀県立タラ高等学校、タラ町立タラ小学校、タラ町立タラ中学校、タラ町役場などが集中するタラ町の中心部となっている。タラ岳と山口へは東駅より、有徳バス、中山線乗り換え、有徳バス、タラ駅前バス停。ありがとうございます。